皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは特撮です。ご紹介するキャラクターはゴジラシリーズですかね、東宝怪獣シリーズと言った方がいいかもしれませんが、そしてご紹介する品物でありコーナーはということなんですが、ディアゴスティーニさんより、発売されて、刊行でしょうかされております、700分の1統一スケール東宝怪獣コレクションの第18巻ですね、第18号の開封レビューということになります。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけでですね、いよいよこの私がもう好きなゴジラ造形の中でも本当に特に好きな、このビオゴジがスタートしたわけなんですが、前回ですね、こちらですね、この、アンギラスのパーツと一緒にこのゴジラいわゆるビオゴジ、ゴジラ1989の、この頭部が、付属と言いますかね、しました。で、見た感じですね、かなりこの目の印象もいいし、このサイズ感でかなりその期待を、しておりました。で、今回ですね、この18号でですね、このイコジラ1989としては、第2弾のこのパーツセットとなるわけですが、胴体ですね、胴体、そして背びれ、そして、両腕というものがパーツとしてなりました。で、これをね、組んでみようということなんですが、このどうですか、胴体。はい、この VS シリーズになってからのこの胸筋ですよね、ここの表現っていうのはね、やっぱり印象深いところですね。そして、よりこの太くなった太もも、この感じの造形もすごくいいんじゃないかなと思います。はい、で、背面がこんな感じですね。はい、そしてですね、これはね、しかも何もなくても立つっていうのはね、これがまた素晴らしいバランスなんですけど、で、あと背びれですね。背びれはね、白というよりも若干こう、やっぱ色がついてますね。クリーム色と言っていいんでしょうかね。はい、ついてます。そして、両腕ですね。両腕。両腕はね、この、ゴジラらしいというか、言えばこう、ティラノサウルスに近いものがあるわけですよね。足の太さに対して腕が結構細いっていうところですね。しかもこのビオゴジっていうのはすごくそのプロポーションがいいっていうね、ところでも有名なわけですね。で、造形された茨城さんのお話の中でもこのね、ブックレットの中でありますが、同一個体と結果なってるゴジラ1984のこの個体との造形上の類似点や相違点っていうのもちょっと言っていきたいと思いますけども、でまず組んでみますね。はい、これがね、組んだらね、また良かったですよ。これはね、いい感じです。はい、分割線に関しては仕方がないところはあるかなと思いますけどもね。はい、これがね、今回右腕は下からグッと刺さる感じなんですけど、左腕は面白くて横刺しなんですよ。ほら、こう。だから結局この方がね、抜けにくいですね。何か落ちましたね。すいません。という感じなんで、いいかな。で、いかにもね、この手のこの構えですよ。これがね、やっぱり薩摩ゴジラって感じなんですよ。すごくね、そのイメージがありますね。薩摩さんのこの手の動きってすごく印象深いですよね。どうですか、この感じ。これね、組んでますます気に入りましたね。この頭部のね、小ささといい。で、結局ビオゴジはあとこのね、次号で完成になりますけど、特にこの長い尻尾、これがバーンと来た時にはね、これいいでしょう、きっとね。はい、さて、じゃあちょっとね、初代、初号時、ちょっと、ここにいてもらいましてですね。どうでしょう。これが同一個体ですからね。はい。どうなのかな、その、創刊号だから、やっぱりこういうね、もう、
パーツではなくてもう完成形で来てるんですけど、この美容5時もこの言えば完成した状態ので欲しいなという思いは非常に強くなりますね、感じとしてはね。この8音ゴジラの出来が素晴らしいですからね。さて、同一個体なんですけど、頭部の大きさ全然違いますよね。ほらこの感じ、こうですからね、こう、この辺りの違いだとかで胸筋が違いますね。はい。で、茨城さんの話によると、やはりこの、体表に関しては、8音ゴジラをやっぱ踏襲してるということのようですね。で、あと背びれもね、面白くて、8音ゴジラはこの背びれの中ほどが一番大きいんですよね。ところが美容ゴジに関してはこのほぼ上、一番上ぐらいのところが一番大きいっていうね、そういう違いもここにしっかり描かれているようです。はい。いいんじゃないですかこれ。あと尻尾楽しみですね。はい。で、まあね、80m80m ということで両方一緒なわけですけども、まあ小5時がこのサイズ感ですからね。コンタ君こうなっちゃいますけどね。まあやっぱりなんだろう、この当初口を開けてるイメージっていうのがねあまりなかったんですけど、これはやっぱかっこいいですね。かっこいい。で、しかもこのね、歯ですね、歯が、2列になってるっていうところもしっかりね造形されてて、このサイズ感でそれを作るのがなかなか大変でしたっていうことはね、文章の中にもありましたね。はい、ということですね。で、まあ今回はパーツは以上なんですけども、あとサッシの方ですね。サッシがねまた魅力的で、ちょっと角度ずらしましょうかね。こうしますね。よいしょ。はい。で、基本的にこの1989のことが載ってます。あ、もうちょっとカメラも上に上げましょうかね。ちょっとカメラ動きますね。よいしょ。はい。で、ちょっとだけ下に向けて、はい、この辺りもね、もう編集なしでやってますからね。さて、写真の方はやはりね、このビオランテとの対決写真ということが載ってるのと、で、あとはそうですね、ピンアップですね。やっぱりこれが使われるんですね。海のシーンの美容ゴジもいいですけどね。はい。で、このピンナップが来て、そして、ストーリーですね。があって、で、あとは、制作中のお話等が書かれていて、ムービードキュメントですね。はい。基本的にその8音ゴジラとの連続性のことが書かれてたかと思います。そして、これですね。これね、1989、その当時覚えてます。新聞等でもね、噂になった、噂っていうか報道されたんで、何か映像の舞台裏はビハインドザムービーですが、ファンが湧き上がった新企画、ゴジラストーリー募集ということで、前作ゴジラ84年のよろしくない評価、よろしくないですかね、よろしくない、そうなんですかね、評価を受け、東宝は次回作の制作に向けて一大キャンペーンを打ち出したというね、そうですかね。好きなんですけどね、8音ゴジラね。まあそのどのようなことで公募されて誰になったか等のお話だったかと思います。そして、東宝特撮映画史ということで、円谷英二さんが前回で終了となりまして、本館より本田石郎さんですね、監督のお話ということで、ボリューム1、戦争に翻弄されるも映画人として生きる、本田石郎、監督デビューまでの奇跡ということですね。そしてこちらが茨城明さんの原型制作レポート。今回も非常に興味深いお話でした。やっぱり8音ゴジラとの比較でしたね。そしてですね、東宝怪獣グッズコレクションボリューム13ということで、ゴジラ1989のいろいろグッズですね、いろいろ持っているものも載ってるんで、やっぱり嬉しいですね。あったあった、これこれと言いながらもですね、ここにあるよみたいなね。はい。さて、という感じですね。これで次回、4月23日発売の第19号で、ゴジラの1989の尻尾が到着して、これで完成と。そして、19号、20号で完成となるマンダですね。海底軍艦1963の初代マンダが登場。そして20号でマンダが完成し、次にモスラ成虫のパーツ1月。このモスラはどのモスラですかね。
写真の感じからすると、その初期じゃないですね、間違いなく初期じゃないです。はい、どの辺なのかな、東京 SOS なのか単独主演のやつなのかってどちらかだと思うんですけどね。はい、っていう感じですね。はい、いやーこれはね、その700分の1っていうサイズ感にぴったしじゃないですかね。いい感じですよ。はい、これも完成が楽しみですけどね。というわけでいかがでしたでしょうか。次回ね、また第19号でお会いしたいと思いますけどもね、他のね、過去動画等も再生リスト置いてますんで、どうぞご覧になってください。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。